Ang mga Pinoy boxers ay kilala sa kanilang iba't ibang style sa pakikipaglaban kung saan dinadala nila ito kahit sa pagdayo sa ibang bansa. Katulad na lang nitong ating kababayan na Tubong Bukidnon na sa kasalukuyan ay naninirahan na sa Cebu City. Ito ay si Brian Lubitanya, mga tol, na binansagang Drunken Master. Na kung lumalaban ito sa ibabaw ng ring ay mapagkamalan mong isang lasing na tinatawag lang mula sa inuman. Ngunit ang nakakagulat nito, habang tinatamaan at naaalog, mas lalo pa itong ginaganahan at tumitibay. Pagkatapos nakakuha ni Drunken Master ng 12 na panalo dito sa Pilipinas, nabigyan ito ng pagkakataon na ipakita ang kanyang style sa labas ng bansa. Nagtungo ang kampo ni Lubitanya sa Japan upang sagupain ang walang talo na rising star ng mga Hapon na si Kai Shiba. Hindi ito madaling laban kay Lubitanya, mga tol, dahil si Shiba ay hindi pa natatalo sa kanyang 7 laban at 6 ang kanyang pinabagsak dito. Kaya sa laban na ito, ang ating Pinoy ay gawin lang pampataba sa kartada ng kanilang pambato. Tara, mga tol, ating panoorin kung paano ginulat ng ating Pinoy na si Lubitanya ang mga fans ni Shiba mismo sa kanilang balwarte. Dala ng Pinoy na si Lubitanya ang 12 wins, 4 losses at may 10 knockouts, habang ang Hapon na si Shiba naman ay may 7 wins, walang talo at may 6 knockouts sa laban na naganap sa Kurakuen Hall sa Tokyo, Japan noong 2018. Sa pagbungad ng unang round, mga tol, makita mo na kaagad ang mga sulid na suntok na pinapatama ng Hapon, habang si Drunken Master ay humahanap pala ng timing para maipatama ang kanyang bumba. Body. さあ解説の浜田さん、はい、まずはこの試合どんなところを楽しみにしますか。まあ、やっぱりですね、千葉のこの勢いのあるところ、はい、右のそして、いい内容というよりも完全なる剣の肩を見たいところですね。あ、そうですか。ここまで7戦全勝 6KO というキャリアです。スレスさんはこの千葉に何か印象というのは持たれてますか。非常にね、目のいい選手ですよね。あ、そうですか。あのボクシングセンスがあるなっていうね、本当試合しますよね。まさにこの横浜光ジムの石井一太郎会長は寸分の狂いもない。おっと、ちょっとバランスを崩した。右をもらって少し後方にバランスを崩しました千葉海です。まあ相手もやっぱりパンチありますよね。12勝のうち10個の KO 勝利があります。ブライアン・ロベターニャ、 OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級の10位です。ボディを放っていきます千葉海です。少しバックステップで後ろに下がってからというところでした。先ほどセレスさんの話にもありました目がいいという話、石井一太郎会長も数ミリ単位のところでパンチを避けるというその目の良さ、勘の良さというのを買っています。まあ、ここまで、ね、見る感じは、まあ、スピードは、ね、千葉選手の方が、ね、上ですよね。あ、そうですか。はい、ただね、あのロベタナ選手ね、パンチが多く打ってくるので、軌道がちょっと、ね、読みづらいところがありますので。そうですか。そこを、ね、注意したいですね。何か警戒すべきようなパンチはあります。さあ、コーナーへ追い込んでいく右のストレート、ガードの上からですね、非常に力強いパンチを振っていきました千葉海です。大振りのフックになります。セレスさん、何かロベターニャの警戒すべきパンチというのはありますか。あ、ただ振りが大きいですからね、やはり振りが大きい分ね、もらってしまうと効きますから、はい、ただスピードはないのでしっかり見ていればね、それほど怖いパンチではないと思いますね。あ、そうですか。勝ち試合の KO 率は 80% を超えるという強敵を迎えています千葉海です。この千葉の生命線は本人の言葉を借りれば何と言っても左のジャブだという話を浜田さんしています。うん、まあ千葉に限らず、まあ、ボクサーファイターの選手は大体そうなんですけどね、はい、まあ、今日はですね、やっぱり相手が変則に動いてくるんで、はい、まだ、そういった乗れないところですね。アッパーが入りました。パンチャーですよ。さあ、まとめていく千葉が、まとめていく。ちょっとボディを引き上がっているが、右ストレート、千葉の右ストレート。さあ、ここでパンチをどんどんと出していく。アッパー、右ストレート、まとめにいくか、試合を決めにいくか、千葉が8勝目を手にするか、どうだ。アッパー、千葉のアッパーです。ガードの上からでもお構いなし。残り10秒、倒しきれるか。千葉第1ラウンドからさまじいパンチの応酬です。ガードの上で5秒前ですというのはやっぱり迫力あってパンチのある証拠ですよね。突然ギアを、なところこの後のラウンド期待しますか。そうですね、あの右のアッパーからね、左のアッパー、右のアッパーのボディウロ、さらんと mga tol, sigawan ang mga fans ng Hapon na naghintay sa pagbagsak ng Pinoy. Ngunit si Drunken Master, habang tinatamaan, mas lalong naging ganado at umaatake. でも千葉を上回っているというの、非常に大振りのアッパーを見せていきました。あと相手がですね、どんどん頭を振りながら来るんで、はい、その頭ぶつけられないようにしなきゃいけないんですよね。ああ、そうですか、はい、そういったバッティングにも注意が必要という、まあ、これから、あ、ナイスショーティー、ナイスショーティー、ガードの上から打っていく。2012勝 10KO4 敗3分け、
キャリアでも勝ち星でも KO 数でも千葉を上回っているというこの非常に大振りのアッパーを見せていきました。あと相手がですねどんどん頭を振りながら来るんで、はい、その頭ぶつけられないようにしなきゃいけないんですよね、うん、あそうですか、はい、そういったバッティングにも注意が必要という、うん、まあこれからナイスオーディー、ナイスオーディー、ガードの上から打っていく右のフックをかぶせました。平松さん、はい、千葉陣営なんですが攻撃に関しては全く問題ないと、守備をしっかりしようという話でした。あそうですか、セレスさん攻撃に関しては一定の手応えを感じているようですね。そうですね、やはりしっかり、ね、上位を打ち上げてますし、はい、空いてるところを、ね、よく見て打ってますよね、あそして今左右と打っていきました。一方で浜田さん、はい、ディフェンスが少しという話がありましたがこのあたりどうなるか、まあ、やっぱり攻撃に、まあ、重視するがために打たれたらという、まあ、その、はい、注意だと思いますけどね、先ほど言っていた相打ちにも注意が必要というところも一つ、あーナイス、あースピードさえあればですね、あ相嫌がっているか、相打ち状況でやっても自分のパンチの方が入りますからね、あそうですか、はい、床にその相打ちの状態からうまいですよね、はい、あそうですか。平松さん、はい、一方のロベターニャ陣営なんですけれども、試合前に見られた笑顔は第1ラウンド終わってからは一切なくなりましたね。そしてジャブをやはりついていけと、ジャブボディーつなげていくという指示が飛んでいます、はい、本人も笑顔はないという安藤アナウンサーのリポートでした。ボディー顔面効いてますからね、ちょっと顔も赤くなって、ちょっと顔も赤くなってきたか。第2ラウンドです。右のストレートガードの上からでもお構いなしというのがこの千葉会です。バックステップでヒットアンダーウェイパンチをかわしていきます。アッパー、もう一度アッパーの構えを見せていきます。あれだけで空振りしますと、はい、まあ、スタミナの方もね、やっぱ切れます。第2ラウンドではラッシュがありましたが、第2ラウンド残り10秒を切っています。足を使います千葉です。アートボディ、ロベターニャのボディが今千葉の腹部を。Sa round 3 mga tol, dito na kinabahan ang mga Hapon dahil si Drunken Master, pag tinatamaan mas lalong tumatapang at dumadami ang mga binibitawang suntok, punteriya ang bodega at mukha ng Hapon. カウンターを合わせようとしすぎてるので、はい、ちょっと待ちになってる部分はあるんですよね。あーなるほど、もう少し自分の攻撃を仕掛けてもいいですよね。先手先手を打っていくということ。そうですね、平松さん、はい、千葉陣営なんですがその、大きなパンチについてブロック見てしまって自分のスピードまで落としちゃいかん。あーっと右フック、今なんか、はい、確実に外せるパンチですからね、セレスさん、このあたりの大振りのフックというのはいかがでしょうか。そうです、スピードがないですから、ただ大振りの打ち割りにカウンターを合わせようとしすぎているので、はい、ちょっと待ちになっている部分はあるんですよね。あーなるほど、もう少し自分の攻撃を仕掛けてもいいですよね。先手先手を打っていくということ。そうですね、平松さん、はい、千葉陣営なんですがその大きなパンチについてブロッキングをしっかりしていこうと、そういう話はしていました、はい、なるほど、ブロックをしっかりしてこの相手のパンチを防いでいこうという千葉陣営横浜光ジムです。まあ、今のところはこのブロッキングよりも外すところでやってますけどね、はい、まあ、スエバックするところですけど、はい、もう少しガードを上げた状態でのスエバック、まあ、ノーガードでの、まあ、パンチが見えるからというのはありますけどね。ボディに必要にパンチを出していきます千葉会です。アッパー、ナイスアッパー。セレスさん、このアッパーは一つ千葉の武器と言えそうですか。そうですね、あのアッパータイミングいいですよね。あそうですか、平松さん、はい、あのアッパータイミングいいですよね。あそうですか、平松さん、はい、先ほどロベターニャなんですが第2ラウンドを終えてからですね青コーナーに戻ってくるときにちょっと足元ふらついていまして、かなりこの第2ラウンドを終えた段階でも体力の消耗激しいように見られますね。浜田さん、このロベターニャの体力の消耗どう見ますか。まあ、実際にこれだけ全身の力入れてパンチ振るわけですから、はい、相当消耗はありますよね。それで、まあ、ふらついて戻ってきたっていうのは、まあ、疲れでしょうね。ポリまあ、大振りのパンチも、ね、当たればいいですけどね、はい、空振りすると、ね、本当倍疲れますからね。あそうですか、ボディを当ててフックがあっと返していった。カウンターで左距離を詰めていく。右のストレートから少し、ね、自分からまとめて打ちたいですね。これまでの千葉の試合というのはかなりこう KO で一発で倒すというよりはまとめてレフェリーストップという試合も多かったこの千葉です。右のストレート打ち下ろしていきました。ジャブジャブ、石井会長をしてこの1000種類のジャブを持つような男、そんな表現もしていました。左のジャブには自信があります。カウンターで左フック、ただボディは千葉の腹部を捉えました。ボディナイスアッパー、左のアッパー、少し顔が後ろに見せてしまいました。天を仰ぐような形、あっと右ストレート、あっと効いている、千葉効いている、千葉ストレートが効いている、なんとかここは耐えたい。Bago natapos ang round 3 mga tol, isang solidong suntok ang naipatama ni Lubitanya na nagpaalog sa Hapon, ngunit nasalba pa ito sa pagtunog ng bell.
ライアン・ロベターニャの強烈なストレートがありました。こちらのシーンです。浜田さん、ご覧になっていかがでしょうか。完全に効きましたね。ガード低い状態でスイバックしようというところがあったんでですね、はい、パンチが伸びてくると避けたつもりでも、まあ、食ってしまう。そうですよね。さあ、そのダメージはいかがですか。ミールストレート左のガッパー効いてますよ、ね、まとめていく。ブライアン・ロベターニャチャンスと見たか。ボディまあ、ただ時間を冷静にいきたい、ね、相手はもう今の回勝負ですよね。第4ラウンド一つのポイントになった。ガッと右mula sa balita ng suntok, isang solidong kanan ang ipatama ni Lobitania dito sa round 4 mga tol. Bagsak kaagad si Shiba. Nakatayo man ito ngunit talagang nasaktan. Kaya dito na tinigil ng referee ang laban upang makaiwas sa kapahamakan ang undefeated prospect ng Japan. Talagang pinagsisihan ito ng kampo ni Shiba mga tol, na Pinoy ang kanilang piniling pampataba sa record ng kanilang pambato. Panalo si Drunken Master mga tol via technical knockout sa round 4. Salamat sa iyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.